かになんかなくもなくもな、うん、なんで呼吸があんのと思って今台風だった。お腹痛い、大丈夫？大丈夫。うわびっくりした。マジ呼吸かと思った。あ、もらう、もう、あーごめん。え、つかなんでスマホ台引き落としになってないんだろう。まるまる私の方残ってた。関係ないんだよな。え、でも全部その使って、でも明日電話しないとさ、ヒノが再引き落としだから困っちゃうよ。エロサイト見つめたんだよ。見てないよ。あー寒い。よし、はい、ということでね、富士川のサービスエリアで晩飯食いまして、はい、今から目的地近くまでですね。そうですね、はい、現地は見せられないんでね、はい、近くまで行きます。ゆっかりしてると現地も行っちゃう。うん、まあ、まあそれはそれで動画の加工の段階で気がつけばカットできる。見せちゃいけないわけじゃないんだけど、OK。ただでも名前を出しちゃって言うダメなんでしょ？うん、あんまりよろしくない。よろしくはない。ダメとは言わないけども、なるべくやめてっていう感じだったよね。うん。
さ、インスタントもそこまで油っぽくないってことかな。十勝系無線です。これ下手に自分らで、ね、味付けして作るよ。ああ、まあね、プロだ。プロの違う、まあ、ね、言ったらプロでしょ。素人って言ったらそうだけど、来てるし、清水の人が起きつって出てる。
大根の木。
会社から会社やん。そういうところは旅になれって。
あまりでも早くなのはね。まあね。来月さ、来月。三月がでっかいの。え、何三月でっかいの？三月四国九州。あら、そう、そこ、まあそこも一応あるけど。先が見通せないから、その先に何か事故があるような、私が落ちてるとして、とりあえず。
襲ってっちゃったけど。本格のハーニングエンジン。雑で速い。この先、左からの合流車両を通過。2択だと思うんだけど、あなたこれ3択があるんだよ。襲ってたんじゃん。俺はどっちかっていうと、速くて性格を目指してる。あなたは襲って雑。真逆を言ってるんだよ。電話受付しながらさ、俺が正しい方向でやろうとしてるさ、あなたが間違ったことをさ、電話口の横でこうアピールしてくんだよ。俺もこれ違うからと言えるじゃん、電話口からさ、邪魔だよってなるんだよ。トラップだよ、俺に間違わせようとしたトラップでしょ。違うよ、電話しながらいっぱいいっぱいになってる、間違った人に与える、あえて邪魔っつうんだ。邪魔でいいから大丈夫、何者でもなかった。その時は俺が本当に間違ってたなって正しい情報をね教えてくれてんだったら、こうやってあってなるから、わけわかんねえこと言ってんの。こっちは電話しながらあなたのわけのわかんない対応しなきゃいけないわけ。何言ってんだこいつって思いながら電話してる。しばらく道なりです。
カップ同士は不要だから、こっちに来てくれてもらって。カルダモン。あの人たちに関係ないけど、気を離して、人たちにもかけたんですけど、まずかったんです、高いのに。
近いと思うんだけどどうですかねって言ったから、近いからっていうので一応言ってて、停車じゃないの大丈夫ならって。まあまあね、でも沼田からまたほらそっち帰るのは、ここ東京都の制限速度は100キロです。四国来ちゃいましたよ。みんな知らないじゃん。こんなしょっちゅう四国行ってるわけ。またきちって四国。どうやって行こうか。島並みとか瀬戸大橋と。でも明石海峡。やっぱ明石海峡か今度は。この間ほらやっぱり瀬戸大橋はやっぱちょっと味気ねえなって言ってたもんね。ああ、そうね。島並みは行ったじゃん。この間四国一周。あ、明石海峡か。でまた。
断はしない方がいい。バンサーだけどね。
なんかあるしばらくは続いてあるかな。この先左からの合流作業に注意してください。今ね、ビルボードランキング最下位でガラケー含めて結構なんですけどね。
間違えそうだな。およそ3キロ先、工事のため、まあ、とりあえずあれ、自分会社の方に差しておきます。およそ1キロ先、左方向、袋井インター、出口です。その先、分岐を右方向です。また小笠山総合運動公園方面です。右ウィンカー出して止まるバカがいると思いますか、日本に。およそ1キロ先、工事のため野方規制です。あ、とかそっちでもよかったのか。まあいいや、不思議なこと言う。日本国内で日本国内で右ウィンカー出して止まってるやつがいるらしい。できなくはないかな、うん、ありそうな感じはする。停止はするけど、うん、およそ300メートル先、堀越インターチェンジを左方向です。ブロックストア的なのか、あった、うん、インターチェンジを左方向です。この先、工事のため左方向です。工事のためなんだよ。30万になってる。だよね、多分大丈夫だよね。ナビ上国道、ああ。およそ700メートル先、斜め左方向です。
方向すぐ先事故多発エリアです。およそ300メートル旅客線です。まもなく一方向でその先目的地付近です。あれちょっと待ってよ、信号がないよ。左方向で左で通り過ぎてる。降りられないよね。前に通り過ぎてる。斜め左方向です。どっかな。およそ700メートル先、右方向です。700メートル先、右方向行けそうになる。もうさすが30万円になる。あ、もうちょっと信号になるかな。ならない。およそ300メートル先、右方向です。まもなく右方向です。右方向です。クソ、役に立たねえな。そこがなさそうなんだね。あ、あれ、およそ700メートルのヘベ東を右方向で100キロです。左に曲がっ、いや、右曲がって言ったのがいいかな。この先、工事のため路肩規制です。画面見りゃ分かんちゃいよ。およそ300メートル先、ナビも駄目だろ。東を右方向です。右方向です。トラックが来てたから減速したらいいじゃん。じゃあ郵便かけりゃいいじゃん。まもなく靴部東を右方向です。その先右方向です。ちょっと方がいいかできたら右方向です。本当に気にしようかな。ナビもドライバーの性能悪い。裏側でも行けるってことかな。まもなく右方向です。U ターンしたさ、あそこの交差点に出られない。右方向です。あ、そう、このメニュー使ったか。半分4ゲージ、4か5、4ゲージだな。もうクソナビとね、もう使えない、役に立たないとか言われるから。また私なのよ。だってマルキーもここが持ってたいじゃん。見事なね、本当に。およそ300メートル先、真相中の。あれ絶対 U ターンしてたらね、またあの陸橋の上走っちゃって交差点通り過ぎて、また U ターンってなるんだよ。何回やんだそれ。まもなく右方向です。その先左方向です。さらに分岐が続きます。右方向です。何合ってんの。え、なんで
ちゃんとした場所でナビ検索されてるよね。うん。そんでこれまたここだ。もういいじゃん。なんで左でしょ？この上が国道でしょ？左方向です。あなたの言う通り U ターンしてるとこのままずーっと上走っちゃってまたさっきの交差点通り過ぎるっていう。でもう一回 U ターンしてまた上走り、何回行っても行かねえって。ちょっと俺助手席降りていい、歩いていくわっつってなっちゃう。俺一人で行く分だったら歩いた方が早そうなんで、明日の朝までずーっと帰っていくから一人でダビーで。で横さこの辺でガス欠して止まってるでしょ。何回やるまあいいか、ファミマさっき飲めなかったし、うん、美味しいだね。そうで下右、下右とか直角形無線です。およそ300メートル先、斜め右方向です。今度違うのね。まもなく斜め右方向です。斜め右方向だっつってんだろうよ。日本語理解してくれよ。斜め右方向です。もうね、日本語のわからない人がね、日本語のナビを使ったってね、しょうがない。何語のナビならわかるんですか。答えるよ。今も言わなかったらずーっとまっすぐですよ。分かってる。およそ700メートル先、右方向です。はい、ということでね、まもなく次の目的地と到着しますのでね、はい、この辺で動画は終わりたいと思います。無事着くかはまだ分かりません、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。無事着くかまだ分かんない。